薬飲んで早く寝ましょうね。こんばんは、ミヤです。今日はこんなコスチュームにお着替えしてみたいと思います。こちらのナースのコスチュームです。こちらが上で、こっちがスカートです。早速お着替えしたいと思います。はい、着てみました。こういうナースのお洋服です。で、今回、このナースのコスチュームはセパレートタイプになっていて、普通だとあのワンピースタイプつながってると思うんですけど、これはちょっと珍しいセパレートタイプだったので、ちょっと可愛いなと思って選んでみました。で、このコスチュームの可愛いところが、まず、このスカート、このプリーツスカートのここが、ちょっと透けてる白い、あの、シフォンの生地になってるんですね。で、もう一つ可愛いポイントが、この、後ろなんですけれど、背中部分が、こういう感じで、シースルーになっています。それでは、今日のパンティとブラジャーをご紹介します。外しました。今日のブラジャーがこちらです。今日のブラジャーは、で、ちょうどこの今日のナースのコスチュームと似ているような薄いピンク色のお色 で、このカップの周りがですね、サテンなんですね。ミヤサテンすごく好きなんですが、このサテンの光沢感わかりますか？そうそう、このサテンと、あとこの、なんといってもニアが一番気に入っているポイントは、このカップのここがですね、ハートの刺繍になってるんですね。とっても気に入っています。それでは、お揃いのパンティもご紹介します。はい、できました。こういうパンティーです。これも前の部分からこのクロッチの部分までサテンですね。で、このパンティーの可愛いところは、この横のところがレースなんですね。これもまた履いた時にお肌が透けてセクシーに見えるパンティーです。はい、それでは今日はナースのコスチュームでハート柄のパンティとショーツをご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価お願いします。ミヤでした。バイバーイ。